美穂さんはなんで東大入ろうとしたんですか。すごい。この次の行き先はじゃあスペース X に乗って火星もう地球ではもう一緒に行きましょう。会社の名前の看板がなくなった時に自分がどういう人間ですっていうのをちゃんと言えて、世界で自分が行きたい場所で行きたいように生きるっていう選択肢を持つためには留学がいいなって思った。フランスってもっとなんかゆっくり仕事をするんじゃないのと思って、こんなにフランス人働くのね。お久しぶりに来ました。ジンさんのおかげ。いえいえ、こちらこそありがとうございます。東大生がいなかったら私多分一人では、まあ、多分来れなかったと思います。来るきっかけがないですよ、うん、いやいいな、こういうキャンパス。いやなんか日本じゃない感じ。イタリア。いや13年住んでてこんな自由に入れるところに一度も来たことないってすごいよね。なんで知らなかったんだろう。木が多いから気持ちいいですね、歩くだけで。そうですよね、うん、美穂さんはなんで東大入ろうとしたんですか。美穂さんもともとアメリカで生まれたんですか。東京生まれです。小学校まで日本でやって、中学高校をアメリカのカリフォルニアで。家族でみんないたんですか。そうです、父の仕事の都合でいたので。あ、その時からももう東大に行こうとも決めてたんですか。全然両親もあまりそのなんか勉強しなさいみたいな家じゃなかったし、東大行くなんて全然思ってなかった。でも誰もが入れるところではないんじゃないですか、正直。勉強はしました。人生で一番したかもしれない。何歳から準備したんですか。両親はアメリカで大学行ってほしいって言って、アメリカで進学するための準備をしてたんですね、うん、SAT っていう日本でいうセンター試験みたいなものとか、はいはい、エッセイ書いたりとかボランティアとかそういう活動をやったりみたいなのが評価されるので。エッセイを書くんですか。そうです、そうです。でそれで書いて送るんですよ、学校に、はい、でアメリカは卒業が早いので6月とかで卒業式するんですね、うん、でもうアメリカで進学する学校一応合格1個取っておいて、でそれでも日本に行きたいって言ったら、じゃあ1校だけ受けていいって言われたので、じゃあ東大受けるって言って。本当に知りたいのは、優秀な学校なんか出てる人に聞いたら、はい、あんまり勉強興味なかったんですよしか言わないんじゃないですか。でも実際多分全然違うと思うんですよ多分。じゃあ小学生の時にどういう人だったんですか。本ずっと読んでました。歩きながら本読んで。読むのが好きだったんですか。読むのが大好きで、シャンプーの裏とか読むのも好きなぐらい。あ、文字を読むのが好きで。そう、まあ、辞書読むのが好きだし、小学校2年生からじゃないと本を貸してくれない学校だったんですけど、うん、でそれまで待ってそこから借りるようになって、なんか1日5冊とか借りて、マックス借りて帰って、次の日にも返してもらった。小学生の時か。小学生の時に。うわ、すごいですね。1日5冊すごくないですか。でも、もうそれがもう楽しみだったから、今 YouTube とかずっと見たりとかするのできるじゃないですか、はいはいはい、そういう感じですごい楽しくてやってたから。なるほどね。なんかその本をたくさん読んだっていうのはいろんな学問の基礎になったかなっていう気はします。他の子たちは何してたんですかその時。ゲームしたり。そうですね、ゴム飛びしたり、ドロケーでも私そういうのもやってましたよ。個人ゲームやったり。本をそのように読むようになったきっかけとかがあるんですか。父がすごい本好きだったっていうのはありますし、 あとは母が私読んだ時日本語がまだできなかったから、うん、なんか多分自分の勉強も兼ねてすごいたくさん日本語の絵本を読み聞かせしてくれたんですよね、うん、だから母と一緒に日本語を学んだっていう感じ。韓国の方でした。そうです、そうです、うん、はい、なるほど。じゃあ子供の時は韓国語で会話してたんですか。小さい時は母はたくさん韓国語で私に喋ってたと思うので。でも家ではそんなに、私4歳の時に弟生まれてるんですけど、弟はあんまり韓国語もできないので、うん、多分母がすごい早かったんだと思います、日本語上手になるのが。なるほど。それで中学生の時にもアメリカ行ったんですね。アメリカ行きました。英語はできたんですか弟。できなかった。全くできなかった。 ABC とかハローとかえ、それで普通の学校入ったんですか。普通の学校に行きましたね私は。しかも両親が日本人が少なくて、うん、割と優秀と言われる現地校に行かせてもらったので、うん、受験とか何もなくて。それはもう運が良かったとかですか。運が良かったし、両親が頑張ってリサーチしてくれたおかげだと思います、うん、やっぱり日本人がたくさんいる学校だとどうしても頼っちゃうじゃないですか。日本人同士で仲良くなったりとか、まあ、いなかったらもうしょうがないので、すごい。
じゃあ入って英語が何も分かんないのに授業とか全部英語だったんですよね。全部英語です。すごい、それすごいよね。じゃあ ESL っていう英語が母国語じゃない人たちのためのクラスはあって、それには行ってたんですけど、それは一コマとかで英語をそこでちょっと勉強するって感じなので、普通に英数理社みたいな普通の科目は現地の子と一緒に受けてました。なんか最初は辛かったですよ。中学生の時の成績はどんな感じだったんですか？中学の時は数学だけ良かったんですね。その理由は難しくて、数学は日本の方が進んでいたので、教わらなくても見れば分かったのと、そんなにこう英語が分かんなくても問題が理解しやすいじゃないですか。数字だから。そう、でも歴史とかだと、まあ、そもそもアメリカの歴史を知らないけど、それを読むのも一苦労なんですよね、問題を。あ、そうですよ。いや、それストレス感じなかったですか？いや、めちゃくちゃ感じました。日本帰りたいってずっと思ってました。そうですよね。でももうすでにその時点で韓国語、日本語、英語ですよね、中学校の時に。わあ、すごい。高校上がる時までも成績とかはまあ普通。日本と中学校高校の切れ目が違うので、中学1年しか行ってなくて、高校は4年間なんですよ、アメリカ。まあ、高校の時は GPA って言って普段の成績の平均点で大学受験をするので、結構頑張って点数取ってました。その頑張ってっていうのは朝起きて寝るまで勉強みたいな感じですか？東大受験した時はそういう感じで勉強しましたけど、高校4年間そういう風に勉強したかっていうと全然そんなことなく、スポーツもやったし、友達と遊んだりパーティー行ったりもしたし、でも予習復習しっかりしないと英語がベースが低いからやっぱりついていけないので、あのやっぱり普通の人よりは長く勉強しないといい成績って取れないですよね。あ、1回でもちょっと目を通していかないと読むのも遅いし。そうです、そうです、そうです。で、大学の本当に受験でスコアメイキングしなきゃなっていう時はすごい勉強してて、当時 MP3 だったんですけど、MP3 で英単語とか自分で録音して夜寝る時も聞きながら。わ、じゃあ元々の目標はアメリカの中で進学しようと思ってたんですか？私は日本の大学に行きたかったけど、両親はそうだったから、アメリカの大学にチャレンジするのが大変だから日本に逃げるみたいなのはダメって言われて、なんか両方受験しました。なるほど。両方受かったんですか？そうですね。すごい。でアメリカの方はちょっと保留にして、で日本で1校しか受けちゃいけないって言ったから東大受けて。いやー、すごい。東大がダメだった時にアメリカに帰るための飛行機も抑えてました。貼られるんですね、合格発表みたいな。今はもうネットとかで見れると思うんですけど、当時は貼ってるのを見るか郵送を待つかだったので、見に来てて、あ、貼ってると思ってアメリカの両親に電話して、あーみたいな。ちょっとがっかりされましたね。もちろんおじいちゃんおばあちゃんはすごい喜んでくれて、わざわざここまで見に来ました。あ、行くよそれは。すごい。いや、すごいね。そう、でもその韓国の親戚たちは、なんて、東大みたいな感じですごい喜んでくれましたね。なんか、東大神話じゃないですけど、東大をなんかすごい学校だっていうふうに、そうですね、思ってくださってるような気がします、韓国の人の方が。いや、でもそれ日本でも一緒じゃないですか。珍しい光景でしょ。ほら、それ一緒だよ、一緒だよ、一緒一緒。今お仕事されていて、観光だと学歴社会だから、あ、ソウルはちょっと別として、はい、4世5両でですって言ったら、はい、いろんな企業で先輩とかもいるし、はい、これ出世しやすいんですよね。でソウル大の人がいると逆にバカにされるんですよ。研究家とかの仕事じゃなくて、一般企業にいる時点でソウル大であんま勉強してないんでしょってイメージがちょっと強い。勉強してない。ソウル大に出てたらもう教授か研究家か、そういうなんか偉い仕事をしてる人がソウル大なので、弁護士とかなんか医者さんとかなのに、一般企業の中にいるっていうのが、まあお金と妥協してる人だよねみたいになっちゃうんですよ、多分韓国だと。なるほど。でもそれでもすごいって言われるので、日本で仕事している時にこの東大っていうこの肩書きっていうのは役に立つ経験はないですか？もちろん優秀なクラスメートたちとたくさんつながったので、彼らに助けられていることはありますし、この方面でなんか知りたいみたいな時で自分のエキスパートじゃなくても、そこに誰かしらいるから、まあ、聞けば教えてくれるとか、まあ、外務省とかいろんなところに友達がいるので、いろんな情報を得ようと思ったら得やすいっていうのはあります。あの韓国ってすごい学歴社会じゃないですか。韓国の人とも仕事多分されてるの多いと思うんですけど、はい、韓国人からのイメージはどういうふうに見られるんですか、東大出たっていうと。韓国の
仕事始めてから私東大出身ですって普段言わないので、まあ、今度から東大 T シャツとか着ていこうかなって多分うちの社員の子たちも知らないと思うし、ケイトがそうなんですよとかってたまに言うから、ね、じいさんもケイトから聞いて知ってくださったし、びっくりしましたよ。本当に韓国では正直わかんないんですけど、日本では例えばあの銀行のローンとかコンペでプレゼンするみたいな時に一応学歴とかも言わなきゃいけないので、うん、言うとなんかちょっとおーみたいな、じゃあ安心ですねみたいな感じで見てくれるっていうのはあります。わ、うん、宗教とかの勉強されてたじゃないですか、はい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 、いきなりなんで化粧品業界に行ったんですか。宗教学は人間について知りたかったっていうちょっと難しいんですけど、はい、化粧品をなんで志したかっていうと、化粧品屋さんをやりたかったわけではなくって、日韓をつないだりとか人さんがされてるみたいに、昔はアメリカにもいたし、国と国との架け橋になるようなことを何か仕事でしたいっていうのは一つあったんですね、うん、で日本がすごくこう外に対してアピールするのが下手な国だなと思ってたから、なんかそういうことしたいなと思って、日本企業で海外に向けて発信を頑張ってる。でその時すごく私が一番最初にいた S 社とかはあの中国市場とか海外進出を頑張っていたのでっていうのが一つ。あと自分の手に触れないものを仕事にするっていうのが自分の中でイメージがしにくくって、なんか自分が良さが実感できるものを扱いたいなと思ったので、化粧品は一つ出てきたっていうところ で最後の条件は、最初は NGO とか国連とかそういうところで仕事したいかなって思ってたんですよ、うん、はいはい、あの世界がちょっとでもいい場所になるようなことを自分の仕事にできたらいいなと思っていたので、はい、やっぱ結局そういうボランティアはしていく中で、まあ、こういうので世界を変えるってすごく時間がかかるし、自分は砂粒の一つだから、それよりも今こう世界を具体的に何か変えるアクションを起こすには経済活動がすごく今中心になってるから、企業に入るのがいいっていうふうに思ったんですよね。美容さんが砂粒だったら私は空気ですよ、空気もう見えない、多分埃にもできないと、はい、それで日本の S 社に行ったんですけど、営業やったり海外の地区担当やったり人事やって採用担当やったりとかいろんなことやってたんですけど、はい、一番最後はバングラデシュで貧困層の人たちの社会課題を解決するようなブランドを立ち上げるっていうのをやって、でその時に素敵な女性のためのスキンケアブランドを1個立ち上げたんです、うん、でそれがすごくやりがいがあって、一緒に販売する人たちを現地で育成とかしたんですけど、すごくその子たちが泣いたりして、自分たちは夢もなかったし、明日が来るのが毎日辛かったのに、今は夜寝る時に明日何しようとか、明日が来るのがすごい楽しみになりましたって言ってくれて、はいはい、なんかすごい私が感動したし、すごく学んだし、だからあ、なんかやっぱりこういういろんな人たちの生活とかにインパクトを与えていけるような仕事を一生かけてしたいなって思って、うん、それで、まあ、制度も10年いたので、もっと違う経験を積んでもう少し自分もパワーアップしたいなと思ってビジネススクールに行こうと思ったんですよ。でフランスに留学して、でその時にロレアルの方に声をかけてもらったので、卒業してロレアルの本社でお仕事してました。いや、普段これ以上なんか世界を変えようとか思っても、フランスに留学とかまで考えるのってそんな簡単じゃないのにすごいですよね。本当にすごい世界がいっぱい変わる中で、10年同じ企業だけに勤めていて外のことが全然わかんないっていうことになんかすごい焦りを感じたんですよね、うん、だからなんかもっと勉強したいし、もっといろんな人に会いたい、いろんな価値観に触れて、うん、もう一回頭を柔らかくしたいなと思って、うん、はい、会社の名前の看板がなくなった時に自分がどういう人間ですっていうのがちゃんと言えて、世界で自分が行きたい場所で行きたいように生きるっていう選択肢を持つためには留学がいいなって思ったんです。でアメリカも住んだことがあったので、どこの環境に住んだことがあるかとか、そこの価値観を知ってるか文化を知ってるかっていうのってすごい大きな経験になるじゃないですか。日本に来られてすごく良かったと思うんですけど、そういう経験をなんかびっくりする経験をしたかったので、うん、あえてヨーロッパを選んで。すごいこの次の行き先はじゃあスペース X に乗って火星もう地球ではもうじゃあ一緒に行きましょうあ、行きたいですねまずフランスから行ってきますわ。すごい。そうです。でロレアルはどういうところだったんですか。ロレアルはやっぱり化粧品会社で世界一位の会社なので、すごくブランディングとかに対してこうプライドを持っているし、熱意もあるし、とんがっている会社でしたね。すごい頑張る人たちなので、はい、フランスってもっとなんかゆっくり仕事をするんじゃないのと思って、もう1ヶ月遊んでくるからみたいな違うんですね。
朝ごはん2時間とかこうちんたら食べるところじゃなくてとんがってるんだ。もう9時とかまで仕事して、はい、インターンの子たちも遅くまでいましたし、あ、こんなにフランス人働くのねそうだからこうやっぱりこう外に出てみないと分かんないってことですよね。分かんないですね、うん、でもフランス人の人に聞くとそれはやっぱりその会社が特殊だと思う。あ、でもやっぱりみんなが入りたい会社、はいはいはい、憧れる会社だって言ってましたね。へ、うん、でそこにいる時に同じビジネススクール出身で韓国人の子がいるよって聞いて、いろんな人に彼女に会った方がいいって言われて、やっと会ったのがケイトだった。あ、で2人は仲良かったんですか。ですぐに仲良くなって、もう私が半分韓国人だっていうのもあるから、まあ、韓国語で喋ったりとか、たまたま家がすごい近かったんですよ、はいはいはい、歩いて行ける距離だったので仲良くなって、でケイトはすごくフランス語が自由にもう喋れるので、フランス語ができないでフランスに住むってものすごいハードルが高くって、日本語喋れなくて日本に住むみたいな感じなので、はい、全部書いてあるものフランス語だし、はいはいはい、英語で電話するとカスタマーサービスとかにもガチャって切られるみたいな感じ。英語で喋ると切られるんですか。とかホールドにされてそのまま一生つかないとか、別にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、あ、 そういうカルチャーもあるんだな、うん、みたいなのが分かったんですけど、ただその中でフランス語喋れないでいろいろやるっていうことが大変だったので、その時にケイトがすごく助けてくれたんです、友達として、はい、だからその時はベージックやるとかそういう話何もなくて、仕事もそれぞれ違う部署でやってたから純粋に友達として付き合ってて、ものすごく信頼ができる、ハートの温かい、優しくて頭のいい子だなっていうふうに思っていて、あ、一生付き合っていく友達だなとは思ったんです、はいはい、だけどその大きな会社だから、やっぱこのブランディングを一番中心で一番最初にやってるチームに私たちはそれぞれいて、でそれを商品化して、それをさらに各国に世界に届けて、それをお客様が実際に手に取るまでってすごい時間のギャップがあるし、いろんな人が意思決定に関わったりとか、大企業ならではのルールとかもあるので、本当に自分たちがこういうふうに作りたいっていう思うものを隅々までその通りその形で世の中に出すっていうのがすごく難しくって、製品を作って世の中に出すのも化粧品で1年以上かかるんですね。そういうのとかもなんかもっとスピーディーにやれる時代なんじゃないかなっていうのも思ったし、はい、自分たちがこれは私が作ったものです、これは本当にいいものなんですよっていうのを自信を持って言えるようなものづくりっていうのをしたいよねっていうのはずっとケイトとフランスで喋ってました、うん、世界ナンバーワンとはいえ、それよりさらに改善していいブランドを出したいっていう気持ちがあったってことですよね。ありました、ありましたし、なんかそのアジア発のブランドってやっぱりまだまだ少ないので、化粧品って言ったらフランスとか、うん、もしくはアメリカとかになるので、なんかアジア初でももっといいものを作れるんじゃないかなっていう気持ちはありましたね、うん、それでその後それぞれ私は日本に帰って、ケイトはシンガポールで仕事をして、まあ、ケイトは日本に本社がある会社でその時勤めていたので、まあ、日本にもしょっちゅう来てうちに泊まってたんですけど、うん、その中で今のベージックの原型になるアイディアをいろいろ考えていて、こういうことやろうと思うんだけど、オンにどう思うって聞いてくれて、で本当に彼女はベージックを作ったんです。で最初にオイルとコーヒーのスクラブのコレクティングエキスフォリエーターができて、そのブランドブックみたいなのも作って見せてくれて、どうって言われてみた時に、あ、本当に作れるんだと思って、うん、私はその時子供をすぐ産むような時期だったので、うん、ちょっとその時はすぐにはできなくて、数ヶ月遅れで子供産んでからイタリアのボローニャに行って化粧品の国際展示会に出て、いろんなその世界のバイヤーにその2品しかない状態で行って、うん、ブースをベージックの世界観で作っていろいろ見せた時にものすごく反応が良かったんですが、明らかにうちのブースだけ人がわーって来て、いろんな国のデパートのバイヤーたちがベージック扱いたいって言ってくれて、まあ、それには今置いていただいている伊勢丹のバイヤーもいらっしゃったし、他の百貨店のバイヤーさんもいらっしゃって、で日本にぜひ来てほしいっていうふうにすごく口説いてくださったんですね、うん、でその熱い反応を見て、あ、これは本当に今求められている製品をケイトは作ったんだなって思って実感できたので、うん、ちょっとでも社会にいいことをしたいっていうことにもかなってるブランドだし、私がやってきた得意分野が活かせる仕事でもあるし、それだったら一緒にやろうと思って一緒にやることになりました。素晴らしい本当すごい、すごいと思います今一番やりがいを感じるっていうか一番楽しいのはどういう仕事ですか。すごくコロナで限られてしま
まったんですけど、お客様とやっぱり直接お話しできる時が一番楽しい。あーメイジック使ってよかったよとか、今まで何使っても肌が痛かったのにメイジックのクリーム大丈夫だった嬉しいですっていうお電話とかいただいたりとか、うん、たまにお電話くださるお客様も何人かいらっしゃってそういう方とかなんかちょっとしばらくお電話ないと心配になって電話しようかなどうしようかなって思ったりするんですけど、そうジーンさん本気であのシャンプーとか気に入ってくださってるじゃないですか。うちの母もあの商品大好きで一番好きで、なんかそういうお声聞くとものすごい嬉しいです。なんか自分たちは自分が作ってるから我が子可愛さみたいなところがどうしても入ってきちゃうのはあるから、買ってくださってる方から良かったですって言ってもらったり、何回も使ってますっていうお声いただくとすごい嬉しいです。貧困層のためのブランド、はい、ということでやりがいを感じたっておっしゃったんですけど、はい、ベージックも、まあ、別に貧困層とかではなく、うん、デパコスなので高いじゃないですか、はい、ちょっとある程度値段があるっていうのもあるけど、自分が本当にどういうコスメを使えばいいのかわからない方とか、はい、逆に本当にこう肌の悩みとかを持ってる方にはとてもなんかプラスになるいい商品だと思うので、はい、そういうところではまたいい影響を与えている立場になっていると思うんですよね、うん、なので私の視聴者様もほとんどがなんか女性の方が多くて、はい、その中でも一言で言うとベージックの立ち位置っていうか、女性をより美しくっていうフレーズが一番合ってるのかなと思うんですよ私は、うん、他のいいものも結構たくさんあるけど、はい、その中でも化粧品っていうのはただ成分だけじゃなくて使い心地っていうか、あと購入をする時のこうドキドキさとか、はい、全てが私こう商品の中に含まれた方が感動をするんですけど、ベージックはやっぱりこう自分がお金を出してたくさん購入をするぐらい買って気持ちいいみたいな、すごいなんかいいブランドだと私は思ってます本当に、はい、ジンさんのお客様も本当に温かくって、そうですね、インスタグラムに DM 直接くださったりとか、この使ってよかったですって言ってくださったりするので、うん、すごく嬉しいです、そういうお声が届くのが。やっぱり私たちが一生懸命いいものですいいものですって言うだけだと届かない声もで、ジンさんが代弁してくださったりとか、ジンさんが使って本当の声をあのレビューしてくださるので、すごくありがたいです、うん、そしてベージックは特に愛情があるっていうのが、ケイトさんも韓国の方じゃないですか、はいはい、で、ミオさん日本の方だし、はい、2人がオフランスで出会ってこう作っているこの世界にいい影響を与えたい仕事を探してたのと同じく、もうまさに日韓の架け橋として働いてるっていうのがすごい私は嬉しいですね。そういう方と母校の東大でこうやって話してるっていうのが私もすごいなんか不思議な感じで、そうですね、本当に私のルーツのキャンパスでジンさんとこんな風にお話できる日が来るっていうのがすごい嬉しいです。今度チャンスがあればなんですけど、はい、私の母校の地雑大でも一回インタビューしたいなっていうふうに思ってますぜひぜひ行けるか分かんないけど今日はありがとうございました。ありがとうございます。ベージックコスメのイベントの内容を共有します。5月25日から5月31日までベージック公式サイトで購入するといろんな特典があります。コレクティングエクスフォリエーターがなんと 30% 割引ができます。コーヒーが原料であるこの商品は顔の角質を取ってくれて、より柔らかくより美しくしてくれる商品です。その他他の全アイテムも 10% オフ、クーポンコードは JINMAY J-I-N-M-A-Y を入れてください。この動画をご覧になった JIN 視聴者だけの特別なプレゼントも差し上げます。5000円以上購入でソフトニングボディローションを1本、1万円以上の購入の方は2本もらえます。5000円以上もするとても贅沢なローションでなかなか手が届かなかったんですが、今回のチャンスでプレゼントを差し上げますのでぜひご利用ください。ありがとうございます。